市会議員を6期23年間務めてまいりました私は瀬戸健一郎と申します市会議員を務めてきながら実は今一番大きな問題は小中学校が全て更新の時期を迎えているということです昭和30年代から40年代にかけた校舎が古くなって建て替えの時期を迎えています実は日本そのもののインフラも 高度経済成長期に作ったものがすべて今更新時期を迎えていますですから安倍政権の言うように建設国債を発行してでもこれらのインフラを今こそ更新しなきゃならないここには一定の理解はできますしかし古いものをそのまま更新していくというそこに実は非常に私は閉塞感のある発想であると思っていますもっと積極的に日本列島を改造していくそれぐらいの気持ちでこの問題については取り組んでいいと思います 例えば羽田空港を羽生化する関西国際空港を羽生化する2つの羽生空港を東京と大阪に作りこの2局をリニアモーターで接続するこ,とにこのことによって東京大阪間は1時間は時の移動圏内になりますこのことによって日本列島全体が世界の中心に据えられるそのような位置づけになるんだと思います。こののようにに世界の中心に日本を置く そのためには欧米に開かれたハブ空港とアジアに開かれたハブ空港の2つを整備しその2局をリニアモーターで結ぶというこの物流の拠点としていくそういうビジョンが必要ではないかと思います。これと合わせてやっていかなきゃいけないのは情報インフラの整備です産村のいわゆる葉っぱを例えば東京の高級料亭に売るような商売が成り立ってていますこれはインターネットを通じて成り立っています。 このように今のインターネットというそのこのこシステムを使うことによって新しいビジネスチャンスが生まれますさらに医療もここで大きなブレイクスルーが起きると思います無理想にいるお年寄りの手術を東京の大学病院の教授が担当するようなことも可能になりますいながらにしてですこのように情報インフラとしては光ファイバー網を全国に網羅していくようなそういうインフラ整備が必要だと思います物流と情報 物流と情報この2つのテーマでインフラの整備をしていくことが、私は日本を日本の経済を再生していくために、最も今重要な課題であると認識しています。どうか皆さんのご理解がいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。